こんにちは。今回はちょっとね、ビットコインのことについてお話ししようと思います。私は基本的にビットコインっていうのは最強の資産だと思ってるんですよ。それはですね、ビットコインっていうのは絶対に消えない、絶対にハッキングされないっていう、この2つの要素があるからなんですよね。要するに銀行強盗に合わないってこと、そしてビットコインっていうのは地球上のどんな国が消えても存続するってことなんですよ。この2つすごく大きいっていうことは分かりませんかね。中国が今破綻したら中国元っていうのは世界中から消滅します。そうなると世界は大混乱になると思います。国とお金が一体化されてるからなんですよ。アメリカのドルも同じです。日本の円も同じです。でもビットコインっていうのは特定の国に依存してませんので、中国、日本、アメリカ、ユーロ各国、これが破綻したところでビットコインっていうのはあるんですよ。それは当たり前のことですよね、考えてみれば。こんな安全資産っていうのは今まで人類が生まれてからずっとなかったんですよ。まあ唯一あるとすれば金ですかね。金っていうのも国に関わらず、国が破綻しようが、どこで戦争が起きようが、金っていうのはずっとそこにありますからね。だから金っていうのがすごく信頼されてるんだろうなと思います。ただ残念ながら金っていうのは25メートルプール2杯分しかないというね、すごく希少性があるんですよ。そうなると人類全員に行き渡らないですし、とてもじゃないですけども今の通貨制度っていうのを維持するには至らないんで、金本位制度っていうものがなくなったわけなんですよね。で、今私たちは貨幣創造をしてるわけなんですよ。信用創造ですよね。まあ、ですので国債っていう借金を、借金ではないんですけどね、国債ってものを作った片っぽで現金を生み出してるって仕組みになってます。そうなると国債ってものを発行する国ですよね。国がなければ現金っていうのはその瞬間消えるっていうことになるんですよね。日本でもたびたびそういうことがありました。代表例は軍票ってものですよね。軍票ってものがね、どんなものかっていうのはちょっと簡単に説明しますと、昔日本が戦争した時に現金の流通っていうのが著しく滞ったわけなんですよ。でも商品は買わないといけない。その時に軍票ってものを作りまして、その軍票をお金の代わりにしていろんな商品とかサービスを一時的に購入することができるようになったんですよ。そして軍票ってものを後日ね、日本の銀行に持っていくと現金に変えてくれるっていう仕組みでした。でも戦争が負けて日本が、一定期間破綻する、要するに GHQ の支配下に置かれると軍票が無効化されたわけなんですよ。軍票は紙くずになってもう銀行でお金に変えてくれなくなりましたということなんで、お金を取りっぱぐれた人が多かったわけなんですよね。そういうことがありますけども、ビットコインってそういうことがないんですよ。ビットコインだけは人類が生まれてから初めて消えない資産になったんですよね。これに気づいてる人がまだまだ少ないんで、これからもビットコインは20年、30年、50年というスパンでどんどん値が上がっていくと思います。ではですね、ビットコインをしっかり買っておけば絶対に値上がりするんだから儲かるじゃないっていうふうに言われますよね。大筋ではその通りです。ただし、これは長期で持っていた場合です。30年間ビットコインに手をつけずに、ただビットコインを買いっぱなし。っていうことをすれば、確かに30年後とか50年後に驚くべき資産を手にすることができると私は思っています。ただ私たちがビットコインを現金にしたいのはここ数年のことではないですか、ね、数ヶ月とか、長くても1年とか5年というスパンでビットコインの値上がりを狙う人にとってはこれは値下がりリスクっていうのも考えないといけないんですよ。で、現在ですね、本日10月28日ですか、2020年10月28日の朝7時54分の時点でビットコインは144万円でした。2ヶ月前私は買っておきましょうと、最後のチャンスですよと言い続けた時がありました。1ヶ月間ずっとね、95万円前後だったんで、これ100万超えたら買えなくなりますよってことをお話しました。あくまでもこれが買えなくなるっていうのは短期で決済したい方の場合なんですよ。で、私はね、この時ビットコインを数単位買いました。数単位というのは要するに5ビットコインとか買ってるわけなんですよ。5ビットコイン買うと何が起きるかっていうと、その頃ね、100万円もしなかったわけなんですよ。92、3万とか95万とかでうろうろした時に買ってるわけなんですよね。私が放送するたびに私自身が買っていたわけなんですよ。そうすると当時の価格でだいたいね、500万で買ったものが今 1.5 倍ぐらいになってるんですよ。なんとね、2ヶ月で250万の利ざやが取れてるわけなんですよ。だから短期的に決済するんだったらあのポイントしかなかったんで、95万前後で買ったら100万を超えるともうね、ずっと上がっていて150万前後になった時にはもうすでに買う気がなくなってますよっていうお話をしました。で、逆にここで150万前後になると私みたいに利益確定した人は決済して値段が下がるんですよ。ですから買いにくいんですよね、今140万150万っていうのが。ただ長期的に10年とか30年ってスパンで見るんだったら今だって買いなんですよ。でも30年40年資金を眠らせておくほどの余裕がほとんどの方にはないんで、私は買わない方がいいというふうに申し上げてるんですよね。その辺をね、ちゃんと ご理解いただければ、余剰資金がある方っていうのは余剰資金のある限りビットコインを買うのは正解だと思います。で、買う人が増えればもっと値段が上がりますんで、さらにね、いいかと思います。余剰資金がある人が買うことによって30年とか寝かせることによってビットコインの値段がまだ上がると、まだ上がるから長期で買う人がもっと増えるって形になります。ただね、余剰資金がない方が買っちゃうと、
強制ロスカットではないですけども、値段が下がった時にその下げ圧力に負けてね、決済してしまうんですよ。決済してしまうと何が起こるかっていうと、お金持ち、余剰資金を持った人がさらに買いやすくなる瞬間、要するに押し目が現れるだけなんですよ。だからお金のない人が投資をやると損しまくりっていう、ここでロジックが分かるんですよね。ここまでよろしいですかね。だからこういうことに注意するために、私は何回も何回もね、 FX が全ての基本だと申し上げてきました。FX でちゃんとね、買い場とか売り場っていうのが認識できるかだとか、短期と長期の境目がついて、長期ならこういう投資、短期ならこういう投資っていうふうな見分けがつけられる方、積み分けができる方は、暗号通貨でもしっかり買っていくことができます。でもですね、残念ながら FX すらマスターできないと、もっともっと難しい、そしてもっともっとね、長期的なスパンで考えなくてはいけない暗号通貨ビットコインっていうのは非常に難しいんじゃないかなと思います。結果、何も考えなくてよい、儲かりますよっていうセールスに引っかかってしまうんですよ。あのプロモーションセールスっていうのはものすごく魅力的ですよね。30万が7000万になりますよみたいなね、そんなプロモーションが来るとグッと来るんですよ。でも30万が7000万になる、その差額の6970万の原資ってどこから来るのかって説明できますかって言ったら、誰にも説明できないんですよ。要するに歌方なんですよね。だからギャンブルなんですよ。こういうことに手を出してしまう人っていうのは、 FX を離脱した方とか、投資ごとにうまくいかなかった方がなぜか多いんですよね。だから投資でダメになった方がギャンブルに手を出すわけですから、まあ、本当にね、悲しい結末になっちゃうんですよ。まあ、全然私はね、繰り返し申し上げますけども、全ての投資ごとの第一歩は FX をマスターすること。FX がマスターできない、FX で利益を埋めない人が、どんな投資もやるべきではないと、私は強くこれからも発信していこうかと思います。本日は以上でございます。では失礼します。